走る青いチャンネルです。今日は大学2年生で公式やっているアトム君と一緒にこちらの壁を使って壁対決をやります。ルールは簡単で、壁に棒を当てて帰ってきたのをもう一人に沿ってエラーもしくは横に棒を通した場合が、負けという感じになります。3試合やります。で、まあ、普通にやると結構、まあ、続くと思うので、こうかなりこう下が悪いんですよね。下がイレギュラーもかなりするので、その中でどう対応するかっていうのを、勝負しようと思います。では行きましょう。で、自分が勝ってしまったので、まあ、せっかくなんでね、あとジェットやろうと思います。では、行きましょう。はい、そんなわけでですね、まあ、壁当てやったんですけど、やっぱり壁当てっていうのはこう一発で投げる練習、もう近いで投げる練習もできますし、あとは角度をつけていけばこういう横に振ることもできるので、皆さんぜひやってみてください。で、壁が見つからないということはですね、まあ、家の壁とかではないんですけど、ちょっとした狭い壁でもできるので、ぜひやってみてください。で、対決とかもやってみると面白いと思います。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では、失礼します。とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。